函館競馬、11レース、マリーンステイクス、1700です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク2等、C ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。6枠9番、プリティチャンスです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前層。 5層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。全場比較のグラフへ切り替えます。この馬の緑色はトップグループの一角であることがよくわかります。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を下げる順番です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は1 7 0 0ルとなります指数がピークとなっている1走前は、ピンク色の着順が4着で、紫の丸が1800 5走前は、ピンク色の着順が4着で、紫の丸が1800 1700はこなす可能性が高いです展開面を見ていきます先行力分析シートで、レース展開予想を解説します一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭います 先行タイプが2頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、1層前は後ろから、5走前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は43で11位です。上がり指数は59で5位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠12番、オメガレインボーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前、3層前、 五層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1800。5層前は紫の丸が1600。1700は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は8番手からの競馬です。5層前は後ろから。 中段より後ろめからの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は53で10位です。上がり指数は61でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。 上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地函館での出走です。函館では他の開催場と比べて変わりない指数をマークしています。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠10番、ブラックアーメットです。能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前。 4層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1700。4層前は紫の丸が2100。 昨年の11月は、紫の丸が1800、1700は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2走前は8番手からの競馬です。4走前は後ろから、昨年の11月は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は54で9位です。上がり指数は59で6位です。 上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。4枠6番、ロッシュローブです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。 指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を下げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1700、3層前は、紫の丸が1700、1700は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は5番手からの競馬です。 3走前は5番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は69で6位です。上がり指数は53で9位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。 明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠8番、ロードエクレールです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩を取りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている2層前は紫の丸が18001層前の紫の丸1700で指数を下げています1700は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は101でトップです上がり指数は50で11位です 楽に逃げられる高い先行力を持っています。展開面は、プラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と、指数の青線が、反比例しています。明日も、馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは、9番、 プリティーチャンスです能力偏差値はトップの A ランクです。調子にリスクはありますが、レース感覚を高評価しました。対抗丸を打ったのは12番、オメガレインボーです。能力偏差値は2位の B ランクです。展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。馬券ですが、20丸を打った9番、プリティーチャンスと丸を打った12番、 オメガレインボーを軸に相手は黒三角を打った10番ブラックアーメットと白三角を打った6番ロッシュローブとバツを打った8番ロード・エクレールとを打った5番バティスティーニ3着はその他印から選んでください。